8月20日、今日から筋トレを始めました。ニートの僕の1日の歩行回数はだいたい平均2000歩です。もちろん筋トレはしないし、運動なんて全くしません。そんな僕が筋トレを始めました。腕立て伏せも膝をつかないとできません。そんな僕が筋トレを始めました。足上げ腹筋はとても疲れます。お腹はブヨブヨです。エクスプロージョンのホワイプレトリン、これプレーンですね。3キロ、これが4666円、多分ね、アマゾンだとこれがね一番安いです。 100% ナチュラルホワイプロテイン、タンパク質。使いやすい容器に移します。お、これはこれはね、きつい人はきついな。これはね、美味しくないですね大豆とか黒豆とか、そういったなんか豆系が好きな人はもしかしたらね気にならないかもしれないけど、僕はね豆系、そんな、枝豆はね好きなんだけど、大豆系の味はそんな好きじゃない。例えば豆乳の調整豆乳は好きなんだけど、無調整豆乳は結構ね僕は苦手なんですよ。あ、そうだね、無調整の豆乳の味がする。ただ今はもう結構慣れてきて、まあ、めちゃくちゃ美味しいわけじゃないんだけど、普通に飲めるようにはなってきました。うん、ということで今回はエクスプロージョンの新しいプロテイン買ってみたんで飲んでみたんですけど、結構悪くはないですね。値段が安くて、しかもアマゾンでポチって買えるんで気軽に買えるってところはいいと思います。ただね、なんかツイッターでいろいろ聞いてみると、マイプロテインをなんかゾロ目の日、9月9日とか、まあ、10月10日もそうなのかな、ゾロ目の日とかに買うとなんかすごい安くなるらしいんですよ。ただしなんか5袋以上まとめて買わないといけないとか、ちょっとその大量買いしないといけないっていうところが、ちょっと筋トレ初心者にとってはハードルが高いかなと思います。普通にマイプロテインのプロテイン買うと1キロ3000円。これが3キロで4666円だから、まあ、結構高いんだけど、そういったセール時に買うと1キロ1000円ちょいで買えるらしいので、かなり安いんですよね。確か言ってたのはゾロ目の日と月末に買うと、セールがやってるという感じなので、まあ、プロテイン激安で入手したい方は、こっち、エクスプロージョンはいつでも安いんだけど、マイプロテインだったら期間をこうちゃんと絞って探せば、最安値、かついろんな味が楽しめるってとこでいいのかなと思います。僕はね、これ今回買ってみて、検証のために買ってみましたけど、次はね、マイプロテインを大量買いして、いろんな味を買ってみようかと思っています。はい。では今日はですね、このヨーグルトと、この激まずプロテインを混ぜて、食べてみようと思います。うん、うん、うん。でも味はね、割とまとも。甘みがあってね、うん。これ美味しい人は美味しいかも。美味しいかも。一気にガブってね、飲もうとすると無理だけど、ちょっとですね、この、ほんと。うん。食べる分には美味しい。おいしい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 。はい、おはようございます。最近筋トレと運動してて、まあ68キロだったんですけど、昨日筋トレと運動しなかったらね 68.5 キロになってました。やっぱ1日休むと増えますね。だいたいね、僕の家の周りをね一周すると500キロカロリーくらい減るんですよ。だ、筋トレと合わせたら、そのくらい減るってことなのかな？もうそれをやらなかったってことだから。まあ、測る時間とかにもよると思うけど、いや、このペースだと、今月中に5キロ落とすのはなかなか大変だなってことで、食事もね、改めてもうちょっと考えないといけないなってことで、ダイエット飯をね、買ってこようと思います。まあ、ちょっとね、野菜あんま食べてなかったから、野菜ね、食べようと思うんですよ、まず。まあもうちょっとなんか、太らない。食物繊維的な。カロリーがゼロの食べ物とかいろいろ買ってこようと思います。はい、とりあえず野菜買いました。もやしが25円。夜お腹がね、すくんだよね。で、ついついね、カップ麺も食べちゃうから、こういうやつ食べた方がいいのかな？ちょっとね、結構値段が高いから、あんまこういうのって食べたことないんだけど、ちょっとだけ買うか。ね、こんなの1個食べても全然腹の足しになんないんだけどさ。
21g しかない。エネルギー案外あんのかな。なんか思ったよりカロリーがあるような気がするんだけど、あんまり意味ないのかな。何買えばいいんだろう。思ったんだけどさ、春雨買った方が、まあ、さっきの買うよりも全然安くていいんだけど、春雨って全然カロリー高いね。そういえば春雨って別に食物繊維じゃなくてさ、まあ、米と同じだよね。なんかそういえばそうだった気がする。なんか寒天みたいな感じでさ、すごい体に吸収されないっぽいな感じがしたけど、これでんぷん的な感じだよね。これめっちゃ食べたらめっちゃ太るよね。もういいことでいろいろ買ってきました。まあ、近くのスーパーで、こう、裏面のカロリーを、熱量を見て、まあ、100g あたりの熱量が100キロカロリーを基準にして、それよりも上か下かで、カロリーが少ないものを選んできました。で、個人的にね、一番コスパいいのね、多分ね、キャベツですね。この量で、キャベツが、あ、195円だ。うん、まあ、でも十分安いよね。でキャベツは野菜なんでカロリーがほとんどないから、いくら食べても太んないってことで、基本的にキャベツを刻んで、まあ、混ぜて食べるような感じの生活にしようと思います。あとはもやしですね。もやしも安いし、野菜だからね、太んないでしょう。そしてね、これでよ、こんにゃくですよね。まあ、これは白滝だけど、 320g。 これね、 100g あたり6キロカロリーしかないから、もう全く太んないんだよね。こんにゃくもたくさん買ってきたので、ただ僕そんなこんにゃく好きじゃないから、まあ、薄く切って食べたらまあ美味しいから、薄く切って焼くなりそのままでも適当に食べようかなと思います。まあ、本当にこれだけで食べるというよりは混ぜ込む感じ。ただこんにゃくってね、確かあんまり食べ過ぎると体に良くないんだよね。こんにゃくの作る成分があんま良くなかった、水酸化カルシウムかな、これここに書いてる。あんまり食べ過ぎは良くないから、まあ適度に食べようかなと思います。であとはね、豆腐ですよ。案外ね、大豆だからカロリー多いのかなと思ったら、 100g あたり56キロカロリーってことで、結構ね、コスパいいんですよね。値段も安くて、量も多くて、カロリーも低いだから、まあ、体にもいいしね。あと、タンパク質もね、豆腐多めだから、まあ、大体これ1個でプロテインのスプーン1杯分くらいはあるんですよね。だから割かし筋トレにもいいという感じ。あとは、まあ、牛乳と、あとヨーグルトですね。まあ、これは単純に買いたかったらから買ったんだけど、案外ね、いいわ。これ 100g あたり64キロカロリーで、カロリー少なめ。体にいいし。そしてカレーをね、安いやつをたくさん買ってきました。これは特別すごいカロリーがね、低いわけじゃないんだけど、200g あたり157なんで、結構ね、まあ、低めなんですよ。で、健康にもいいし、これカレーだからってね、ご飯と一緒に食べないで、僕はね、キャベツを刻んで、刻みキャベツにかけて食べようと思います。ご飯と一緒に食べちゃうと、ご飯たくさん食べなきゃ、ね、なっちゃうんで、そうなると太っちゃいますから。あとはいつも通りの納豆ですね。1日だいたい3パックくらいは食べてるんで、買ってきました。まあ、カロリーは 44g あたり79キロカロリーで、ちょっとね、高めですけど、健康にもいいし、タンパク質も1パックで 7.4g とかなりね、いい。やっぱ豆はね、いいんだね。あとね、サラダチキンもいろんなバリエーション買ってきました。まあ、全種類買ってきました。これ1個ね、155円したんだけど、まあでも、チキンはね、筋肉に良いらしい。125g、100g あたり 22g のタンパク質。まあこれ1個で、スプーン1杯分くらいかなのプロテインと同じ。ってことはやっぱプロテインってね、結構安いんだね、本当に。プロテインはたくさん飲んだ方がいいね。あとね、ちくわもね、タンパク質が非常に多いと言われてるんですよ。筋トレ飯。まあ今の時代はそんなこれを頑張って食べることないかもしれないけど、昔はなんか、ほら、高タンパクって書いてるね。ちくわをよく食べてたらしいね。あとは個人的に食べたかったキムチがなくなったからキムチ。あとはメカブがね、僕大好きなんですけど、半額だったからね、ついつい買っちゃいました。メカブって結構ね、高いんだよね。もずくは安いんだけど、メカブが高いことは多いんだけど、メカブが好きなんですよ。あとごま油もね、なくなってたんで買いました。これもね、健康にいいです。もういいことで今回は結構ね、太らないような食材をいろいろ買ってみました。で、これは一通り食べてみて、どんな感じで苦痛にならないか、ちょっと確認してみようと思います。ちょっと昔ね、僕ダイエットしようとして、もうほとんどね、キャベツを食べまくるっていう、ひたすらキャベツを食べまくるっていうダイエットしてたんだけど、その時はね、もう結構きつくてイライラしてきたんですよ。もうキャベツ食いたくねえよって。だから、ちょっとね、キャベツだけっていうのは厳しいから、いろんなちくわとか豆腐とかこんにゃくとか、
まあ、いろんなものを組み合わせて食べれば多分イライラしてこないと思うんで、まあ、今回はね、それも検証をしてみようと思います。キャベツ、納豆、めかぶ、キムチ、卵、あとごま、茶碗蒸し、味噌汁。やっと普通の音立て伏せができるようになりました。ああダメだ、ハブローラーはまだできません。はい、筋トレするとちょっとなんか筋肉がありそうな感じになります。で、最初の 5日間くらいはね、まあ、負荷は軽くて毎日2回くらい筋トレしてたんですよ、休みなく。で、多少筋肉痛があっても筋トレを続けたんだけど、試しにね1日休んでみたんですよ。すると次の日いつもより高い負荷で筋トレが、まあ、回数とかも含めてできるようになったんですよね。筋トレって超回復ってのがあって、一回筋肉を休ませてあげないと筋肉が増えないって言われてるんですけど、それを本当かなってちょっと疑問視してたんで、試しに連続でやったんだけど、休んだ方が筋肉つきますね。筋肉痛の時は筋トレしない方がいいかもって思いました。でも人によってどのくらい休んだ方がいいのかとか、筋トレする日数変わると思うんで、筋肉痛になってたら休むっていうのが一番わかりやすいかなって思います。で、ちょっと前まで僕ね、こう、肩がね、回らなかったんですよ、筋肉痛で。あ、いててててって、もうこれ以上、いててててって、回らなかったんだけど、今日ね、普通に昔と、というか筋トレする前と同じようにね、まあ、若干まだ微妙に筋肉痛あるんだけど、でも腕が回るようになったから、今日筋トレしたんですよ。その結果、膝じゃなくて普通の腕立て伏せが、今回15回できたんですよね。休む前は10回くらいで限度だったんですよ。あ、10回でもう腕立てできないやと思って。でも今回は15回できた。だから、休むことで5回分増えたんですよ。で、腹筋した後は、そのままランニング、もしくはウォーキング、今から行ってきます。だいたい30分から40分くらいなんだけど、この僕の住んでる地区のエリア、ちょうど外側を一周すると、まあ、走ったら30数分で、歩いて行くと50分くらいかかるんだけど、まあ、そこをちょっと走りながら歩きながらみたいな感じでやろうと思います。最初の方はね、結構ずっと走ってたりしたんだけど、ちょっと走りすぎて足がね痛くなっちゃって、体力よりも足の疲労がね先になんか来ちゃったんですよね。だからまあそんな無理しないで、マラソン選手目指してるわけじゃないんで、辛いけど頑張るっていうのはね、次の日頑張れなくなっちゃうから、いや昨日の辛さまたやるの大変だなって思っちゃうから、もう辛くなる前に、あ、そろそろ辛くなりそうって時に休む。こうすればね、結構続くんですよ。ランニングしてシャワー浴びました。結構痩せた気がする。前はねもうちょっとポコって出たんだけど、だいぶ痩せた気がする。はい、今日も筋トレあります。結構痩せてきた。腹筋もうっすらと、ちょっとあばらがあるから筋肉はもう全然足りないんだけど、力を入れたら、ここが、腹筋が出てくるくらい。力なかったらこんな感じ。で、こうだらけたら、こんな感じ。肉は、こんな感じ。で、ここの肉がなくなったら結構、まあ、細マッチョっぽく見えるかなと思います。筋トレメニューはかなり適当です。回数も決めてないし、時間も決めてません。YouTube を見ながら、だらだらとひたすら筋トレする。これが一番楽で続く方向だと思います。筋トレは反動をつけずに、ゆっくりとやるようにしてます。あ、いてててて。あ、いてててて。いつもでも、いてててここで。あ、ほんとだ。でもそれでも暗いから、はい、別のライト。で、寝袋とか。そうです。収納がなくてさ、そこ
この下は冷蔵庫とかが入ってるんですか？はい、FF ヒーターとここに使いながら出てくる。そういうことで。スイッチはどこにあるの？スイッチはね、この辺、これ。あ、そっちがスイッチなの。これが暖房で、これがライトだね。つければよかったね。あ、ライトこういう感じです。ちょっと暗いそうです。じゃあ収納はこの、うん、なんかこっちも収納できるんですか？そう、ここのベッド板あって外して。あ、収納。そっか、いちいちこう、ね、座りながらはできないけど、いっぱい一応収納はあるんですね。で、その下あたりにサブバッテリー。うん、要はこう、こっちもやったら結構涼しいか。北海道だったら寒いくらいの感じですし。アブローラーもできるようになってきました。筋肉がついてるのを実感してます。確かに。あ、スピーカーこう、後ろについてるんですね。筋肉が疲れてきたらステッパーを踏んで休憩です。あのように肉体的なストレスとか精神的なストレスが、ね、軽減されることによって心率が上がると、いうことはです、ね、分かってるんですよ。あとは、ね、副腎、そういったです、ね、様々な原因を調べましてデータをまとめたところ、面白い、結論がです、ね、いくつか、出てまいりました。まず一つ目、寝る前の、お風呂に入る入浴とかシャワーっていうのはだいたい1時間から2時間前ぐらいがベストだと、いうことがです、ね、分かったんですよ。まずはだからつまり僕らは寝たいと思う時間から逆算して1、2時間ぐらい前までにです、ね、お風呂に入っておくのがいいわけです。お風呂入ってからすぐ寝るっていうのはお風呂入ってから1、2時間ぐらい経ってからですね、寝るというのがいいわけですね。足を空中に浮かせて保持するやつ、これは結構鼻にきます。5秒くらいでできなくなるんですけど、それを何回も何回も休憩入れながらやってます。これだけ見たら結構マッチョじゃない？なんかほら、ここがねまだちょっと肉があって腹が出っ張ってる感じはするんだけど、ここだけ見たら結構マッチョじゃない？だって結構マッチョじゃない？ここだけこう見たら、ほら結構マッチョじゃない？はい、胸はまだ動かせない、ピクピクとは。だから多分マッチョではないと思うんだけど、でもこれだったらさあれマッチョだなってパッと見えるよね。どうですかね。はい、ということで約24日間筋トレしました。1ヶ月弱ですよ。でその結果こんな感じの状態になりました。24日の状態は測定してなかったので分かりませんけど、正直ね、数値だけ見ると変化がないんですよ。体重に関しては 67.7 から1回上がって、ちょっとまた下がって、今67キロ。いや、0.7 キロしか下がってないや、みたいな。で、内脂肪も同じ。BMI は若干下がって、体脂肪も 0.9% しか下がってない。で、筋肉量も52から 52.1、0.1 しか増えてないし、タンパク質も 0.3 しか増えてない。で、基礎代謝に関してはなぜか下がってるという結果になりました。いやー、今までね、頑張ってきたのに、全然成果出てないなと。この結果だけ見ると思うんですけど、ただ実際ね、僕の中で明らかに結果が出てるんですよ。それは何かっていうと、筋トレができるようになってるんですよね。最初やってる時は腕立て伏せも膝立てないともうまともにできなかったくらいなんですよ。それが普通に膝立てずに、こう最大15回くらいかな、こうゆっくり。1って感じでできるようになりました。で、今はなんかね、ここ右肘に違和感があるから、ちょっと やってないんだけど、まあ、ブローラーも膝立てた状態でできるようになったし、足上げ腹筋もね、結構もう何回もできるようになりました。最初は5回くらいしかできなかったり、明らかにね、どの筋トレメニューに関してもできるようになってるんですよ。だから確実にね、筋肉が増えてるんですよね。ただ、おそらく、その、一般的な体重計で測るタイプの体脂肪率とか筋力量っていうのは、まあ、精度があまり良くないため、この微妙な変化っていうのは計測できないのかなっていうのが僕の中の考えですね。まあ、実際調べてみると、正直よくある Amazon とかで買える微弱な電流を流して測定する体重計、体脂肪計とかっていうのは大きな誤差があるらしいんですよね。例えば、一つの会社だったら体脂肪 18% だったのに違う会社で測ると体脂肪 16% だったとか、そういうのもね、結構あるらしいんですよね。
体脂肪 2% 違うってだいぶ違いますからね。だからもう大雑把な、まあ多めかなとか少なめかなとか、そういったくらいしか参考にできないみたい。で、正確な値を測定する場合は、フィットネスジムとか行って、高精度な機械を使って測定するって必要があるみたい。なので、まあ、この結果に関しては正直大きな変化はないんだけど、僕の中ではもう確実に変化しているなっていうのが感じています。で、僕はさっきさ、いや、全然さ、体重も変わんないし、体脂肪もね、変わんないんだよねって、ココナショウさんに言ったらさ、いや、でも、明らかに顔、シュッてなってるよ。大丈夫だよ。結果出てるよって言ってくれたんですよ。いや、ありがたいですよね。ってことで、多分ね、昔の僕の動画を見ていただくとわかると思いますけど、多分ね、顔がね、ちょっと細くなってるのかもしれません。で、お腹の腹筋の様子は正直ね、僕が見た感じはそんなに変わってないかなって感じがしますので、これを劇的に変えるためには、大きく体重を下げるか、筋力量を増加させるっていう二つのパターンがあります。で、理想的には、まずはバルクアップって言っても、体重を増やしてから、高負荷の筋トレをして、筋肉をつけた状態で痩せるっていうのが一番、まあ、理想的なんだけど、まあ僕はボディービルダーを目指してるわけじゃないので、まあ適度な筋トレをしつつ、同時に痩せるっていうのをやっていこうかなと思います。なので現在は、まあ筋トレは適度にね、やりながら食べるものを計算して、あまりカロリーを取りすぎないもの、多めに食べるようにしてます。具体的に言うと、野菜類ですね。今まで僕あんまり野菜ってね、食べてこなかったんだけど、もう茶碗一杯の野菜をまずね、食べるようにしてます。あともう一つは、朝ごはんを食べないようにしました。まあ朝起きてからだいたい4、5時間くらいは食べないで、まあ昼ごはんから食べて、で夜ごはんを食べて寝るという感じにしてます。で、実際科学的に朝ごはんっていうのは、まあ食べても食べなくてもいいらしいんですよね。で、朝ごはんっていうのは、コーンフレークの会社とか、まあ朝ごはんを食べてほしいというメーカーが作り出した幻想で、まあ大昔の人はね、朝ごはん食べてなかったらしいんですよね。まあ、狩猟時代に遡ると、まず冷蔵庫がないわけですから、昨日の分を取っとけないんですよ。だからその日食べるものはその日採取するしかなくて、ってなると朝起きたらご飯はないわけですよね。ってなると朝起きてから物を取りに行って、ご飯を食べるってなったら昼ご飯になってるわけですよ。ということはつまり、もともと人間っていうのは朝ご飯を食べる体質ではないんですよね。朝ごはんを食べなければその分昼と夜はちょっと増えちゃうんだけど、それを加味しても食べない方が総摂取カロリーは下げられるってことみたいなんですよ。まあ、で大体でそれを始めたのは昨日くらいですね。だから今日で2日目くらい、まあ、とりあえずねそんなに苦じゃないですね。でプロテインに関しては昼と夜、さらにあと途中とか飲みたいな、なんか喉乾いたなって時はプロテインを飲むようにしています。あとはコーヒーに関しても飲むことで食欲を下げる効果があるので、コーヒーもまあ飲むようにしてます。あとは野菜の他に、あ、ちょっと、あ、今日はお腹すごい減ったな、食べたいなって時は、こんにゃく、糸こんにゃくとか、適当なこんにゃくを突っ込めば、かさ増しができます。で、こんにゃくほとんどカロリーなくて、太らないので、まあ、こんにゃくで腹を満たすみたいな感じですね。あとは、納豆と卵とか、タンパク質多めなものを食べるようにしてます。だから完全に、本当に太るようなものを全部取り除いてしまうと、エネルギーがなくなってしまうので、その辺は、本当、卵、納豆、あと枝豆とか、あとご飯に関してはちょっと少なめ、茶碗の3分の1を食べてます。そんな感じで、完全にダイエットだけの目的じゃなくて、きちんと筋肉をつくように取りつつ、痩せるっていうのを同時にやって、細マッチョを目指してる段階ですね。で、数字には実際現れてないんですけど、僕の体調とか、第三者から見た僕の顔に関しては変化があるらしいので、一応結果は出てるのかなと思います。そして今のところ僕は、ほぼ毎日筋トレしてます。で、1週間に1回くらいは、なんか筋肉痛だなとか、ちょっと今日は嫌だなーって時はやんなかったりした時もあるんだけど、基本的には筋トレしてて、だいたい昼と夜やってますね。で、その1回に関する筋トレ時間はだいたい15分。だから昼と夜で合計30分くらいしか筋トレはしてないんですけど、それ以外にも、最初の頃はだいたい40分くらい5キロを走ってました。ただ、ランニングってあんまり体にいいわけでもなくて、膝とかにも悪いし、あと、ランニングしすぎると、筋肉が落ちちゃうんですよ。だから、今はランニングをやめて、ウォーキングにしてます。で、音楽とか、まあ、僕の場合はオーディオブックとか、大悟とか、中田敦彦の動画を聞きながら、ひたすらウォーキングして、なんか、リフレッシュも兼ねて、だいたい1時間か30分くらいですかね。ウォーキングしてます。でも、ウォーキングをね、1時間するだけでも、だいたい400キロカロリーくらい減るので、まあ、ケーキ1個分のカロリーくらい消費してんのかな。まあ、お菓子。一袋分くらい、ちっちゃいお菓子。
多分そのくらいは消費してると思います。そしてお菓子はね、一切やめました。やっぱお菓子ね、こう裏面の栄養素を見てみると、一袋でもう3、400キロカロリーくらいあるんですよ。で、僕が今、基本的に太りづらい食べ物に関しては、100グラム100キロカロリー前後なんですよね。だからお菓子っていうのは同じ比重でも3、4倍くらいエネルギーが大きいんですよ。その分太っちゃうみたいなんですよね。だからほんとコスパが悪い。はい。そして、僕が今のところね、一応筋トレが続けられてる最大の理由は、目標があるってことなんですよね。まあ今までも僕も筋トレ頑張るぞとかはね、思ってね、筋トレやってた時もあるんだけど、結局続かなかったんですよ。なぜかっていうと、筋トレしたことで何も得られないんですよね。まあ美しい体、マッチョの体を得られるかもしれないけど、だから何なのみたいな。筋トレしてマッチョになって、だからどうなんですかみたいな。ってことがあったんですよ。でも今の僕は、まあ、YouTube で彼女を作るっていう企画兼僕のね、人生をかけた行動をやってるので、そのためにやっぱ筋トレって必要だよなって思ってるので、まあ一つのそれが目標ですね。彼女を作るっていう目標。正直ね、筋トレする目的で彼女を作る以外に目的って正直ないと思うんですよ。まあ、僕も含め他の人も。もう全員筋トレする目的は彼女を作る以外で筋トレしてる人いないともゼロだと思うんですよね。だってさ、今の世の中、筋トレ意味ないじゃないですか。だって重いものを運びたいなら車使えばいいしさ、敵と戦うこともなければさ、喧嘩なんてそんな基本しないでしょ。筋肉がある意味ってないんですよ。どっちかっていうと体力の方が重要ですよね。ずーっと動き回る。ならランニングの方がいいわけですよ。筋肉いらないんですよね。結局筋肉をつける、筋トレをする目的ってモテたいがため。まあでもモテたいっていうのは動物としても自然な行為なんで、まあとても重要ですよね。だからモテたいなーって思ってる人はまずはまあ筋トレいいんじゃないでしょうかね。やっぱり動物の本能として筋肉がある男性の方が狩猟能力、動物の本能的にやっぱ好きになる可能性っていうのは上がるわけですよ。僕たちは本能に抗えませんからね。だからね、筋肉をつけたいなって目的よりもモテたいなっていう目的の方が多分継続して筋トレができるようになるのかなって思いますね。皆さんもね、モテたいなって思ってる人は筋トレしてほしいんですけど、僕が思ったのは、辛いと思う前に筋トレはやめることですね。そっちの方がね、全然いい。やっぱ辛いけど、あとこの一発が筋肉に効くんだーってね、筋トレを教えてる YouTuber いるんだけど、それは君が筋トレめちゃくちゃ大好きだからできるわけであって、筋トレ大変って思ってる人はね、あと一回をやらないで終わるっていうのがね、すごい大事だと思うんだよ。僕はいつも筋トレで、あ、もうそろそろ辛い、やめとこうってことでやめてるんですよ。もしくは、ちょっと辛いなと思ったら、さっきステッパー踏む感じで、楽なことをする。でちょっと休憩するとまた筋トレできるようになるから、よくさ、筋トレ、よし、最後5回頑張ろうみたいな。あ、1、2、3、4、5、みたいなさ、あるけどさ、それダメだよ。疲れるもん。だから、最後1回、最後1回だけやろう。まあ、ちょっと休憩したらさ、1回くらいできるんだよね。まあ、足上げ腹筋も、腕立てものさ、ちょっと休憩したら1回くらいできるのさ。1回やって、2回目が無理だったら、あ、ちょっと休憩して、ね、5分くらい休憩してまた1回やるみたいな。5分に1回腕立てをするみたいな。そんなことでもいいと思うんだよね。そっちの方が継続する。結局継続しなかったら、結果は得られないから、効率的に考えたら、もしかするとね、その踏ん張った1回の方が効果は出るかもしれない。でも結局それを、そのせいで継続できない。やめちゃったら意味がないわけですよ。だから、僕はね、その最後の1杯頑張る。毎日たった5分で、ムキムキマッチョになれる、素晴らしい筋肉法みたいなさ、動画あるけどさ、あれ疲れるよ。もうゆっくり30分やったからさ、楽だよ。テレビでも見ながら、YouTube でも見ながら、もう自分のペースでゆっくり1回を重ねる。これがね、みんなにおすすめできる。そしてみんなが継続できる筋トレ法だよ。YouTube で毎日たった5分でできる筋トレ法なんてやってたらね、続きません。ってことで皆さんもね、今日、一回から筋トレ始めてみてはいかがでしょうか。まあ、結局ね、一回始めたら、一回じゃ終わらないんですよ。だいたい、まあ、3回とか4回とかやって、あ、疲れたって思ったら次腕立てじゃなくて腹筋やってみる。で腹筋も最初の頃ね、結構大変だから、3回くらいで終わって、あ、もうちょっと向いたらやめようと思ったら足上げ腹筋やるとかさ、あ、もう足上げ腹筋も1回で無理だと思ったら、スクワットやるとかさ、もうその人が楽にできるところでやめちゃえばいいんだよ。で次の日はね、昨日一回しかできなかったのが、2回に増えてんだよね。でその次はね、3回増えたりするんだよ、本当に。だからそのね、毎日1回を積み重ねる。これが筋トレで大事なことだと思います。皆さん、試してみてください。